おはようございます。勝則です。2024年10月9日3品目、冷凍豆腐こと高野豆腐ですね。普通の木綿豆腐を冷凍にして高野豆腐みたいにしたやつと、でその前の状態の普通の、木綿豆腐、それともやしを豆板醤で炒めて食べ比べていきます。どんな違いがあるかを、感想を言っていきたいと思いますので、どうか最後まで見ていってください。材料からなんですけど、これ普通の木綿豆腐に見えるんですけど、実は冷凍してで解凍した豆腐です。一般的に言うところの高野豆腐になるんですけど、YouTube 上では冷凍豆腐の方が通りがいいのかな、わかります？すごい切れにくいでしょ。で断面、本当高野豆腐ですね。プルプルの高野豆腐です。これと普通の豆腐と炒めて食べ比べていきます。で、もやし半分、350g のたっぷりタイプの半分を使っていきます。炒めていくんですけれども、普通の豆腐さっきの葉の通り方全然違うでしょ、冷凍したやつと。表面こんな感じです。で冷凍したさっきの豆腐、水絞ったんですけどこんな感じ。工業製品っていうかな、有名なところの高野豆腐とはまた全然違うもろもろっとした感じですね。絞ると簡単にバラバラになってしまいます。計算して凍らせて酢を入れたんじゃなくて、家庭の冷蔵庫で固めて自然に酢が入れているので、そんな綺麗な入り方してないんですね。でこの状態の豆腐ともやしを炒めていきます。昨日食べた豆腐ともやしの塩コショウ炒めと味が違うのは、醤油味に醤油とみりんで少しだけ味付けしてるからです。本当はしっかりと味付けするつもりやったんですけど、2品目に作ったほぼ同じ味付けの鶏ハツの甘辛炒めの炒め煮汁がものすごく美味しかったんですよ。ものすごく美味しい炒め汁ができたので、それははっきり言ってニンニクと醤油とみりんで今から味整えていくよりとんでもなく美味しい鶏ハツの旨味の入った鶏油の入った合わせ汁ができちゃってるんですね。これを使うことにしました。で皆さんは見てくださってる方は同じ味付けにしようと思うと、チキンスープの素と醤油とニンニクとみりんとでチー油ですね、鶏油を使って合わせ調味料を作ってください。で本当はね、本当は料理した時に出た煮汁とかを流用してくれはる方がいいんですけどね、もったいなくないし。でも一からこの一品だけを作るというんやったら、鶏の皮が嫌いな人は鶏皮を醤油とみりんとチキンスープの素で煮てくださるとほぼ近い味に出ると思います。まあ僕みたいに年中ダイエットで穀物をほぼ食べない、ご飯もパンも麺類も動画撮影のためだけに食べてるような人間と違って、見てくださってる方はご飯食べはるやろうから、そのご飯食べる時に
お汁をご飯に食べてくれはったらもったいなくないですよね。全部食べきれますよね。はい、これでほぼ完成なんですが、見た目が白っぽくて悪すぎるので、人参だけちょっと上で飾りますね。動画用にこういうことをするようになったのがいいのか悪いのか。ピーマンも入れようかと思ったんですけど、それではちょっとあまりにも変わりすぎてしまうので、今回は食べかけの人参をちょっと上から振って色合いにします。料理動画はここまでになります。ここからは食事動画になります。興味のない方はお気に入り登録をされてから離脱されてください。いただきます。うん、普通に木綿豆腐おいしい。ちょっと薄まりすぎた、残念。これやったら飲んでしもたよかった。2品目の鶏ハツの甘辛煮の美味しさがちょっと薄まりすぎちゃいましたね。うん、ほんのりと残ってるんやけど、すごく薄味、素材の味を引き立てる感じになってますね。で、これ分かりますかね、冷凍豆腐、完璧高野豆腐。普通に含めりにした方が、炒めるとそんな特徴出ないんですけど、お出汁を吸わせるとすごく美味しくなってくると思います。うん、淡白だからこそ美味しいですね。この後大好きな塩をちょっと振って食べたいと思います。一旦最後の一口になるまで動画止めさせてもらいます。あー、美味しかった。薄味でちょっと塩をかけたんですけど、ちょっと塩を振っただけで劇的に味がまた変わって美味しくなりましたね。ほんのちょっとの塩分で、さっきのその鶏ハツを煮た醤油のうまみとか、タレのうまみとか、もやしのうまみとかが全部ふーっとこう上がってくるんですね。やっぱうまみって塩味、塩味がある程度ないと、どれだけうまみがあってもわからないんでしょうね。いやいや、美味しい。最後の一口。お行儀が悪いんだけど、お汁と一緒にカッコみたいんでごめんなさい。あ、おいしい。使い回しのお汁やけどむっちゃうまい。味も噛み応えも、まあ木綿豆腐もうまいんやけど、やっぱ冷凍したやつの方が噛み応えっていうことに関しては上ですね。で、味もね、やっぱりよく含む、冷凍したことで酢が入ってる高野豆腐になってるので、木綿と冷凍豆腐を食べ比べたらどっちの方が味をよく含むかがよくわかります。
作りたてより冷めてきた時の方が美味しい。ああ、お腹いっぱい。5品で食べようと思ったけど、この腹積もりやったら4品でいいですね。本日4品目完食しました。ごちそうさまでした。お気に入り登録よろしくお願いします。